っとやっていくか。これでクリアだな。クエスト達成、やったね。さすがだね。デスバイピアーシング。全力でいくわよ。今回はあそこに出たか。前とは違う場所だな。よう、あんたたちも異界ゲートを調べに来たのか。緊急メンテ通知後にフィールドに出現するようになった謎のゲートさ。異界ってのは俺が勝手につけた名前だけどな。出現場所もさらにロマンだね。あんたたちも興味があるなら。銀翼のアバター、まさかロッタの仲間かもしれないな。行ってみよう。なかったね。銀の人は見当たらないか。好奇心旺盛なやつだ。もしかしたらゲートに入ったかもしれないな。すまないが、少し探索に付き合ってくれるとありがたい。もちろんだロッタ。みんな気を引き締めていくぞ。ここの景観もだいぶ変わってるな。ここは世紀末ステージ、侵入不可能な廃墟群の並ぶ場所だ。世紀末、私が元いた VRMMO に
ここと酷似した場所がある。なんだって？ここだけではない。草原の荒廃した建造物や町の繁華街の雰囲気、まるで我々のゲームの要素が ALO に権限しているようだと思っていた。そいつはペルソナ・バベルの仕業なのか？それは私にもわからない。そうか。わからないことを話し合っても仕方ないわ。まずはクロウとやらを見つけ出して少しずつ整理していきましょうよ。ロウちゃんどうしたの？なんか元気ないみたい。ロウちゃんとはもしや私のことか？うん、そうだよ。ブラックロータスとかロッタちゃんって言いにくいでしょ？それなら短い相性がある。え、そうなの？教えて教えて。私を昔からよく知る者はサッチン、もしくはサッチャンと呼ぶよ。かわいいね。じゃあ私はサッチンって呼ぼうかな。ああ。サッチン、やっぱり元気なさそうだね。私でよければ何でも相談に乗るよ。ストレア、君は確か NPC だと聞いた。君ならこんな質問にどう答えるだろうか。アバターが過去の VRMMO に移動するなんてことがあり得るのかどうか。それってつまりサッチンがそういう状態ってこと？なんて名前の仮想世界から来たのか言えなかったのはそういう理由？未来の別のゲームからやってきたって言ったところで誰も信じないだろう、むしろ疑われるかもって。ストレア、いやすまないな、変なことを言って。私自身この状況が本当にそうなのか、だとしたらなぜ過去と現在の仮想世界がつながったのか少し混乱しているんだ。私はね、もともとはユイと同じ MHCP なんだ。じゃなくってだったんだよ。プレイヤーたちの心を癒し悩みを聞く。そうすることで存在意義を見出してもらうの。答えは導き出せないかもしれないけど、聞くことならいくらでもできるから。ああありがとうストレア。うん、どうしたストレア？これ何？突然頭の中に何かが干渉してきて。ストレア、おい、しっかりしろ。なんだこれは。キリト、アスナ、みんな、ストレアの様子が。どうしたんだ？わからない、会話をしていたら突然。ロータス、君にも変なエフェクトが出てるぞ。私はまだ大丈夫だ。それよりどれよ。今このものから発せられている声はこのもの自身の意識によるものではありません。今よりはるか千年後の未来より送られています。な、何？千年後？ちょっとストレア、何を冗談言ってるのよ。今はそんな遊んでる時じゃ。妖精たち、時間はありません。この千年の時を超えたつながりはとても微弱で、いつ途切れてもおかしくはないのです。って言われてもな。これは未来の世界の誰かにストレアが乗っ取られたってことなのか？突拍子もなさすぎるぜ。普段ならそう思うところだが、今回の一件もあるし信じる価値はありそうだ。千年後の未来人でいいのか？あんたがどうやって過去に音声を送ってるのか理屈を聞いてる暇はない。あんたが俺たちにアクセスした理由、ペルソナバベルと今回の ALO での異常事態に関連してると考えていいんだな？皇帝、あ、教えてください。一体どうしてユイちゃんがあんな目に遭ってるんですか？黄昏の魔女は
千年後の未来に生きる者、魔女は自らを過去に送り込み、小妖精の封印と抹殺を図っています。封印と抹殺？理由は何だ？それがこちらにとって望まれていること。黄昏の魔女はそう考えたのです。ゆいちゃんの抹殺が未来の世界で望まれていること？そんなありえない！これって本当なんですか？いくら VR 世界とはいえ、私にはやっぱり時間を移動するとか信じられません。猫妖精よ、時間移動は可能です。量子回路を通じて時間流に乗りたどり着く。黄昏の魔女はそれを実現しました。今のこの声はその術の一部を使用しているに過ぎないのです。マジみたいね。現にそこにいる黒木鋼の少女は妖精たちの生きる時代よりも未来の世界より権限せし者です。ロータスさんも未来から来たってことですか？とはいえ、そのものの時間流の移動は千年とは比べ物にならないほど微弱な規模のものです。おいおい、どういうことだよ。接続に限界が。待て、もう少し聞かせてくれ。黒木鋼の少女、案ずることはありません。黒木王の騎士たちもまた妖精の世界へと来ています。何？王との再会を皆心待ちにしていることでしょう。ネガネベラスのみんなが。妖精たちに全てを打ち明けなさい。皆協力してくれるはず。おい、もう少し話を。おい。え、キリト、どうしたの？もう両肩掴んでブンブンしないでよ。ストレアに戻ったようだな。ん？みんな私の方見ちゃって。一体どうしたのよ。ロータス、心配ない。急にめまいがしただけだ。大丈夫か？先輩、先輩に何をした！お前、先輩から離れろ！お前が先輩を！待て！まさかこいつ。先輩を傷つける奴は俺が許さない！待て！やめたまえ！先輩、無事だったんですね！というか君は、いや、先輩くすぐったい。あひゃん、変な声を出すな。あれ、ゴー、豚さんです。なんで、どうして僕この姿に。ようやく落ち着いてきたようだな、この愚か者。いいぜ。どうしてほっぺをつねるんですか。いつものように頭に血が昇っていたからだ。この者たちは敵ではない。そうなんですか。まあ再会できてよかったな。すみませんでした、キリトさん。いや、気にしないでいいさ、シルバークロウ。ハルユキだっけ？君も大事な人を守りたかっただけなんだろ。はい。ありがとう、ハルユキ君。さて、じゃあ改めて聞かせてもらおうぜ。はい、気になってました、あの未来の人の言葉。そうだな、
全てを言わねばなるまい。私と晴雪君、シルバークローは君たちの存在するこの世界よりも少し先の未来の世界からやってきた。先輩何言ってるんですか。ここは確かにブレインバーストとは異なる仮想世界みたいですけど、未来だとか過去だとかはさすがに。ブレインバースト、それが君たちの生きる仮想世界の名前か。ああ、だがもう言っても構わないさ。あの未来のものも問題ないと言ってくれた。生きる時代が異なるのならなおさらな。この仮面も外そう。私の名はロッタ改め黒雪姫という。キリトたちからこの世界のことを聞くたびに引っかかっていたアルブヘイムオンライン、それは私が生まれる数年前にあった VRMMO だ。ここは西暦2026年の VRMMO。 君たちが2047年からやってきたということは、私と春雪くんにとっては21年前の世界ということになる。なんだかやっぱり信じられませんね。確かに、これまで私たちいろんなことを体験したからもう大抵のことには驚かないつもりだったけど、さすがに今回は開いた口が塞がらないわ。でもペルソナバベルは君たちよりももっともっと未来、千年後から来てるんだよね。ペルソナバベルのあのルール無用の能力も未来の技術ってことなの。実感が湧かないな。なんだか僕呆然としちゃって考えがまとまりません。私もさ。ただこうなってしまった以上は見て見ぬふりをするわけにはいかない。この世界にブレインバーストの要素が顕現していることも私たちが来たことと無関係だとは思えんしな。でも先輩、それはそのペルソナなんとかっていうやつの仕業なんじゃ。その可能性は高いとは思うが、断定するのはまだ早いと思うんだ。奴が行ったこととして確実なのは、塔を作り出しその中にユイを封印したこと、そして塔を守る異常に強いモブを操っていることだ。異常に強いモブを。ようやく私の存在を思い出したようですね、しもべ。な、こいつを。かわいいです。お人形さんみたいですね。本当ね。ちょっとゆいちゃんを思い出しちゃうな。アスナ。寄ってたかってブレイナ、我こそはビーイングの最高位、大天使メタトロンなのですよ。ビーイング、大天使メタトロン。すまんが、わかりやすく説明してもらえると助かる。はい、わかりました。でもメタトロン、どうしてその姿に。いつもの光る石みたいな。それはこっちが聞きたいくらいです。というか石とは何ですか。とりあえずラインに戻ろうぜ。一旦落ち着いた方がいい。そうだな。どうした、春雪くん。この ALO ではブレインバーストと違ってバーストポイントが手に入りやすいですね。ああ、
この世界に存在するエネミーはブレインバーストほど強すぎる設定がされているわけではない。もちろん例外はあると思うが、バーストポイントを貯めやすい環境には違いない。バーストポイント、確かに新しい数値の項目が追加されてるな。これはブレインバースト側のパラメーターなのか。はい、そうだと思うんですが、多少のアレンジはなされているようです。ブレインバーストでは全ての行動にバーストポイントの消費が必要になる。バトルへの参加、強化外装やアビリティの購入、レベルアップに至るまで全てバーストポイントが要求されるのだ。基本的には対人戦で貯めていくのだが、エネミー、いわゆるザコモンスターを倒すことでもバーストポイントは手に入る。ただしブレインバースト上に登場するザコはとてもザコとは言えない強さなんだよな。ああ、攻略することを前提としていないような、そんな奴らも多い。ん？でもそのバーストポイントって個人管理なんでしょ？なんかこのステータス見ると私たちを一つのパーティーとみなして共有されてるみたいだけど。カーディナルシステムが ALO の仕様に合わせてアレンジしたとか。確かにカーディナルは恐ろしいほど柔軟に新しいゲーム性を作り出せるからな。このスバルトエリアに発生してる異常事態を踏まえて、黒雪たち別ゲームのアバターが来たことすら柔軟にシステムに組み込んでるのかもしれないな。もともとバーストポイントはゼロになった時点でブレインバーストを遊ぶ権限を失います。そういった意味ではこの仕様はありがたいですね。うん？失うっていうのはどういうことだ？バーストポイントを失ったバーストリンカーはブレインバーストに関する記憶を失い、二度とあの世界にはダイブできなくなる。バーストリンカーっていうのはブレインバーストのプレイヤーのことか。記憶を失って二度と。ブレインバーストは親から子へとメインデータをコピーすることでプレイヤーを増やしていく。 ALO と異なり一般的に周知された世界ではないのだ。リアル割れすることで犯罪まがいの行為をして強制的にバーストポイントを消されることもある。そうされないように我々はブレインバーストの存在自体と自らがバーストリンカーであることを秘匿し続ける必要があるのだ。未来の仮想世界は今と全然事情が違うんですね。でも記憶を消失させるなんて可能なの？脳を焼き切ったナーブギアを彷彿させるけど。それは事実だって思ってます。確かに実例としては少ないが、我々は見たことがある。ブレインバーストで戦っていた少年がバーストポイント全損によってブレインバーストについての記憶全てを失ってしまったのを。ちなみにクロートとロータスはナーブギアって言葉は知ってるか？はい、昔データベースで耳にしたことがあります。そうか、 SF 映画とかでよくある世界線の相違を疑ってみたんだが、今のところは地続きの時間流って感じか。何はともあれ、せっかくこの世界の仕様がバーストポイントを集めやすいのだから、思う存分利用させてもらおう。なあ、そうしておくといいさ。アルゴ、やっぱり残ってたか。当たり前だ。こんな状況ではいそうですかとログアウトしてるようじゃ情報屋の名がなくってもんだろ。相変わらずだな。いろいろと大変らしいな、キーボー。手伝ってやりたいのは山々だが、俺っちも今は情報の収集に忙しいんだ。ああ、分かってるよ。一段落ついたら合流させてもらうよ。ありがとう、アルゴ。何かいい情報があったら教えてくれ。もちろんだ。希望、頑張れよ。はいはい、いらっしゃい。
まだなく、しっかり稼いできてくれよ。で、メタトロンはブレインバーストではエネミーの最高位の存在ってことでいいのか？エネミーではありません。ビーイングです。今は分け合って一緒にいますが、メタトロンは本来僕たちが束になっても叶うような相手ではないんですよ。ブレインバーストのとあるエリアのラスボスだからな。なるほど、かなり高レベルな AI。あ、いや、知能を持っているわけだな。当然です。私はハイエストレベルに達するもの。お前たちよりもはるか高次元の存在なのですよ。じゃあさ、メタトロン、この世界に起きてることや僕らが過去の仮想世界に来ちゃったこと説明できる？今はまだ調査中です。説明に至るには情報が足りません。そうだな、今の段階ではまだ俺たちが足で探した方が分かることも多いだろう。そうは言っても天移門が正常に動いてないし、行ける場所にも限りがあるわ。あのシリカ、どうした？私、今日リーファさんとシノーさんと一緒にいたんですけど、途中ではぐれちゃったんだよね。はい。でも、はぐれたというよりも少し二人と離れちゃったなと思いながら飛んでたら、突然、空間に障壁みたいなものが作られちゃって二人の方に行けなくなっちゃったんです。ひょっとしたら二人とも町に戻ってるかもって思ったんですけど。そんな様子もなかったな。二人はきっと障壁に阻まれて戻れなくなってるんだと思います。天移門で行ける場所が減ったことや今回の異変と関係あるんでしょうね。じゃあさ、その障壁ってやつのあたりまで行ってみようよ。ああ、そうしよう。シリカ、案内してくれるか？これじゃあお手上げね。この障壁は壊せない。抜け道もない。町にも戻れないとくればもうログアウトするしかないじゃない。でも絶対にお兄ちゃんたちはまだログアウトしてないって思うんです。だから私ギリギリまで調べてみようかなって。それは私も同意見だわ。またこんな異常事態に巻き込まれて、あのキリトがおとなしく身を引くなんて考えられないもの。確かに、なんだか目に浮かぶよね。まあでも行ける場所に制限がかかるだけならまだ警備のエラーってことで納得もできるんですけど、この変わり始めた景観一体何なんですかね。不思議な空の色ね。綺麗だけどどこか不気味だわ。天変地異が起こり、美しい黒妖精の大地スバルトエリアが見たこともない景色に変わってしまった。おそらくこれで終わりとはならないでしょうね。何が始まるんでしょうか。さあね。だから私たちやどこかのゲーマーがこうやって調べてるんじゃない。そうですね。さあ、もう少し探索を続けるわよ。はい。
モンスターが混ざってる。はい、他のやつと似てますが、パラメータが強化されてるみたいです。今までなかったタイプですね。今回の異常事態の影響かしら。気になる。もう少し調べてみましょう。Yeah! Whoa!
叫んでます。え？何も聞こえないけど。あっちの方から助けを呼ぶ声ですね。だいぶ離れた場所だと思います。あ、本当のようね。確かにあの距離じゃ耳のいいシリフじゃなきゃ聞き取れないわ。妖精が急いでこっちに向かって飛んでくる。逆に私にはそれがまだ見えませんよ。さすがは士族の中で一番視力のいいケットシーですね。お互いうまく長所を生かしてるって感じね。助けてくれ。どうしたの？モンスターにでも襲われたの？なんか見たこともない機械の体のやつが2体突然現れて、絶対に敵だと思って攻撃したらとてつもない威力で反撃されたんだ。片方が空からもう片方を抱えて飛んできて、仲間を手放したと思いきや、あっという間に辺りは火の海だ。まるでナパーム弾でも撃ち込まれたみたいだった。あんな敵モブ見たことねえ。とにかくあいつらは凶悪なんだ。絶対に新しい敵モブに決まってる。 あんたたちもさっさと逃げた方がいい。話を聞いても全然ピンときませんね。気になるわね。行って確かめてみましょう。確かにあんな奴ら見たことない。どうします？どう見ても妖精アバターじゃないわね。近くにいるプレイヤーを自動で襲うタイプのモブかしら。向こうは臨戦態勢って感じね。とりあえずは先手必勝よ。ひどい妖精さんだね。メガネビラス4元素が2元素、スカイレーカーとアーダーメイデンの実力思い知らせてやるのです。また新顔のお出ましね。完全に無勢だね。メイ、私の言いたいことが分かる？はい、風鈴。一時休戦、妖精さんたちの援護をするわよ。
ッチもそれを考えてた。これでも食らいなさい。したわね。はい、エネミー撃退なのです。あ、リファ見て、障壁が消えてる。あ、本当ですね。あいつがこの障壁解除のキーだったんでしょうか。今の凶悪な敵を倒せないとどこにも行けないなんて、ずいぶんひどい仕様よね。アプデミスじゃないかしら。そうですね。さて、それじゃ少し話しましょうか。そうね。でもその前にここを解除して。えっ、わあ、機械の人がいきなり美人さんになった。クーニー、ういうい、こちらを理解してもらうためにはまず敵意のないことを示さないと。ここは加速世界ではなさそうだし、リアル我よりも目先の信頼を優先しましょう。そう、これは裸の付き合いというやつですよ。別にその格好は裸じゃないのです。まあまあ、細かいことはいいから、あなたも早くアバターチェンジしなさい。あ、愛なのです。いやー、かわいい幼女だ。うう、何やら恥ずかしいのです。私はフンコ、そしてこの子はウタイです。可愛らしい妖精さんたち、よろしくお願いしますね。リファ、武器をストレージにしまいましょう。え、シノンさん、でも向こうが武装解除してくれたのなら、こちらもその意思を組まないと。そうですね、わかりました。これでお互い腹を割って語り合えますね。そうね。じゃあどこから話したものかしら。どうして突然障壁がなくなったんでしょうか。誰かがフラグを解放したとか。まあそう考えるのが適切だよな。ギミック解除で新しいエリアが解放されるのがゲームのセオリーだし。どうしたのピナ。あ、皆さん、あそこにリーファさんとシノさんが。あ、先輩、師匠と篠宮さんもいますよ。ああ、二人とも無事でよかった。にさっちゃんですよ。本当なのです。フーコ、舞台、やはり来てくれたんだな。あなたたち本当にひどいわ。どうして一緒に行くとか考えないのですか。そうなのです。メッセージだけ残して先に出かけるなんて、水臭いにも程があるのです。すまない。でも仕方がないだろ。ちなみに他のみんなはちゃんと連れてきてますよ。私が一人ずつ抱えて飛んで、あの影に向かってポーンと落としてね。ポーンと。ただみんなチリチリになってしまったのです。幸い私はフーネーと合流できましたが。お兄ちゃん、これどういうこと。とりあえず街に戻ろうぜ。いろいろと情報共有しておきたい。人の名前が何種類か飛び交ってるが、そろそろその辺の説明も欲しいところだな。そうね、あの人たちリアルネームを織り交ぜて喋ってるのよね。本来のネトゲマナーだと考えられないよね。その辺の常識も時間が経つと変わっていくんですかね。そういう意味ではアスナは時代を先取りしてる感じだね。私って一体。you
状況は以上って感じだな。さすがに何度も説明してるとキリト君もこなれてきたね。なあ、でもまだ何人か出会えてないのがいるからな。もっと説明が上手くなる自信があるというわけか。頼もしいぜリーダー。いや違うだろ、お前らも手伝ってくれよ。つかリーダーってなんだよ。いいじゃない別に。こっちのメンバーでまだ会ってないのはクラインとフィリア、あとはレインかな。僕たちの方はまだ結構いますね。師匠が影に放り込んだのはシアンパイル、ライムベル、アクアカレント、スカーレットレイン、ブラッドレパード、アッシュローラーです。あと6人ですね。ニコにミャーも来てくれたんだな、ありがたい話だ。あんなメッセージを送ってくればあの子たちだって来るに決まっているわ。そうなのです、上空に現れたという噂の巨大な影へと向かう。決戦の前ではあるので各自の裁量は任せるが、我々はバーストリンカーである以上、行く先に新たな世界があるのならそこに向かうべきと考える。ちなみに追ってくる場合も急ぐ必要はない。私はしばらく春雪くんとの時間を楽しみたいのでな。ああ、そんなのここで朗読しなくてもいい。先輩。ああ、どの時代にもいるのねバカップルって。リズ、なんでこっち見るのかな。さっきも言ってたけど、ブレインバーストのプレイヤーたちはリアルネームで呼び合っても平気なの？基本的にはアバターネームで呼び合います。対戦フィールドでレギオンの仲間以外がいるときはリアル我はどうしても避けなければならないからです。ただ無制限中立フィールドでエネミー討伐をしてたり敵レギオンがいないと分かってる場合はリアルネームで呼び合うこともあるのですよ。気心知れてる仲間同士だけなら気にする必要はないってことなんだね。それもありますが、基本的に親と子、リアルでの知人同士が集まることが多いので、どうしてもそっちの呼び方の方がしっくりきてしまうのです。なるほどな。じゃあ幸いこの世界にいるのはあなたたちのレギオンの仲間ばかりのようだから、私たちもそっちで呼んでもいいのかしら。ああ、好きな方で呼んでくれ。ついでにこのレギオン、いやこの集まりのリーダーはキリト、君に任せたい。え、いいのか。だって黒のレギオン、ネガ・ネビラスの王は黒雪なんだろ。我々はこの世界では違法のものだ。この世界のルールにのっとって行動するならやはりこの世界のプレイヤーが指揮を取るべきだろう。そうね、私はいろんないわ。私もです。僕は先輩が決めたことに従います。わかった、なら俺がこのパーティーのリーダーを務めさせてもらう。よし、俺たちエール王組とネガ・ネビラスはこの未曾有の脅威に対し全力で対抗していくことをここに宣言する。